はいどうも、キスケです。今回はですね、ゲーム実況ではなくてアキネイターというものをですね、まあご存知でしょうかね。まあ皆さん、もうほとんどの人が知ってると思うんですけども、今回はですね、こちらのアキネイターである検証をですね、してみようかなと思っております。その検証はですね、まあタイトルとですね、サムネイルを見ていただければわかる通り、登録者いくつまでのゲーム実況者はアキネーターに登録されているのかというですね、まあよくあるような、よくありそうでないような検証をですね、ちょっとしていこうかななんて思ったりしております。それではですね、まず1人目、レベル1ですね。もう超絶簡単なあの方、はい、ルービーさん、こんばんちは、キスジャーです。ということですね、名前は伏せておくんですけども、まあちょっとね、早速やっていきましょうか。男性ですか？はい。実在する？実在します。はい、メガネかけてる？いや、それはわかんないですね。ニコニコ動画で有名ですか？いや、ニコニコではないですね。はい、主に銃を使って戦う、まあそうなのかな。いやでもいろんなね、ゲーム実況をしてますから、多分まあその部分的にそうですね。ゲーム運営をしてる？ゲーム運営？それは分かんないですね。リスナーと付き合ってますか？わかりません。わかりません。タイタニックにしてしてない。兄弟で YouTuber ですか？そうです。兄弟の違います。確信をついてきやがった。そうです。はい、見事に正解しましたね。はい、まあこれはまあレベル1なんでね、まあ登録者100万人以上いらっしゃる方なんでね、まあこの辺はもうイージーということで、はい、次の実況者いきましょう。はい、それでは2人目はですね、ニコニコで有名だし、YouTube でも有名。もふんはんですね。はい。あの方は、登録者35万人ほどいらっしゃるので、まあさっきの、方よりかは、やっぱり登録者は低いです。それでもまだまだ、これは簡単なんじゃないでしょうか。はい。レベルは2ですね。はい。YouTuber、そうです。確信ですね。マイクラ実況はしてないですね。ゲーム実況、そうです。サングラニックネームが死から始まる？いや、始まらない。確信をついて、早すぎる。すごいですね、やっぱりすごい。はい、まあこれは簡単ですね。はい、次のですね、実況者に行きましょう。お次のですね、実況者は、まだ有名です。有名です。もうすごい有名。シャドーバース、主にシャドーバースの動画を上げていて、サムネイルが猫ちゃん。猫ちゃんのね、はい、有名な方なんですけども、登録者は20万人近くいますね。20人以上います。20万人か、20万人以上います。だから、さっきの方よりかは、まあ、10万人ほど低い方なんですけども、それでもまだまだ有名。はい。レベルはまあ3ぐらいですね。はい。ゲーム実況者、こいつ本当にもう、俺が分かってんな。ニックネームはさ、すごくないか？先生と呼ばれる？いや、呼ばれてないと思う。イケカテ？いや、分かんないですね。いや、多分してないな。いや、分かんねえ。それは分からん。メガネをかけていますか？いや、それ分かんないですね。かけているか。マイクラ実況は、まあ、最近はしてないと思いますね。はい。ニコニコ動画で有名ですか？いいえ。カードゲームをプレイス。します。そうですね。ポケモンの実況者ですか？いや、ポケモンじゃないですね。シャドーバースを実況してますか？してます。顎わかんねえよ。わかんねえよ。顔見たことねえよ。あ、すごい。すごい。すごいですね、やっぱり。はい、見事正解しましたね。はい。じゃあ、お次の方はですね、
はい、お次の方はですね、すごいですね。まあさっきの方よりはチャンネル登録者は劣るんですけども、今現在6万近くいらっしゃるゲーム実況なんですけども、まあ、主にシャドーバースをやられているんですけども、まあその独特な笑い方とか、まあね、超絶有名なエッグトマトという、名言を発明したですね、まあもう有名なカードゲーム実況者になるんですけども、さあこのあたりはどうなんでしょうか。レベル4ですね、あの方6万人なんで、先ほどの方より14万人ほど少ないです。はい、これはレベル4でいきたいと思います。はい、ゲーム実況者こいつ本当に分かってきてんな。ニコニコは違いますね。メガネをかけてますか。いや、それは分かんないです。顔は誰も分からない。主に銃を使って戦う。戦いません。まあ最近はね、前やってたけどね。はい、生放送で。よくマイクラを実況してますか。いいえ。カードゲームをプレイする人です。そうです。ポケモンの実況者ですか。違います。ニックネームは3文字違います。シャドーバースを実況しますか。してます。2人グループのうちの1人違います。メタルギアにいますか。いません。シャドーバースやってるってやばい。ええ、まさか王ですか。あの方は王です。うわー、すげえすげえ、すごいすごいな。はい、レベル4も難なくクリアということで、はい、お次の実況者いきましょう。はい、お次の実況者はですね、シャドーバース、同じくシャドーバースのゲーム実況者で、登録者は3万人ほど。はい、そのゲーム実況のですね、まあ見やすさ、テロップとかね、結構つけてる方なんですけども、非常に見やすい方ですね。はい、まあペフンさんですね。はい、メガネをかけていますか。わかりません。3万人なんでね、今レベルは5といたしましょう。はい、どんどんチャンネル登録者を下げていく形でやっていきます。3文字のあ呼ばれてますね。ポケモンに関係する、いや、しません。ニコニコ動画で有名ですか。違います。マイクラ実況はしてません。多分ゲーム実況者。そうです、正解です。カードゲームをプレイします。ポケモン実況者じゃありません。シャドーバースを実況しております。髪はわからないです。わかりません。いやー、違いますね。違いますね。おっとおっと、猫と関係がある。いや、それさっき出たやん。いいえ。ニックネームは3文字です。学校に通ってる？いや、わかんないですね。ゆっくりに関係がありますか？ありません。シャドーバースをやっております。COD 民ですか？違います。ニックネームが死から始まる？始まりません。25よりも若い？わかりません。わかりません。あー、違いますね。違う。おっとまだ働いてる？わかりません。髪色は青系？いや、違います。いや、わかんないけど、金髪ではないと思う。顎が出ていますか？わかりません。学校に通ってますか？わかりません。カード使いですか？そうです。まだ働いてますか？わかりません。モンハン実況してますか？してません。何かの大会に参加した？わかりません。アフロヘア？わかんねえよ、そんなの。わからんて。わかんねえんだって。わかんねえ。あららららら。全然当てれないですね。あ、登録者3万人だと厳しいのかな？厳しそうですね。はい。それじゃあちょっと諦めましょう。はい、それでは最後のゲーム実況者。俺。はい、登録者はなんとですね、4000人。はい、登録者3万人の方で分かんなかったんですよね、この方。はい、果たして4000人の実況者当てれるんでしょうかね。レベルはですね、50億レベルでございます。はい、それではやっていきましょう。マイクラ実況してますか？してません。 YouTuber ではないです。25歳よりも若い。セクシーなビデオに出演した。
ねえよねえよ。男性ですか。はい。実際お今動画撮ってんだよ。インターネットから有名になった。まあ有名じゃないけどね、有名じゃないけど、まあ部分的にはそうかな。うん、4000人の方が見てくれてるからね。音楽に関係、おアキネーター困ってんじゃねえかよこいつ誰だってこいつ誰なんだってめっちゃ迷ってんじゃん。音楽に関係してる？してません。ゲームに関係する、まあ、ゲーム実況者です。何かの大会に参加した、レイジに参加しました。主に自分を使って、いや戦わないです。ニックネームは3文字。おー合ってます。黒髪？黒です。プロゲーマー？違います。カードゲームをします。太ってるあの僕ガリガリです。デュエルマスターズの関係者ですか？違います。は誰が神人間だよ。ふざけんじゃねえよ。誰が神だ、誰が神だ。俺のハートはペラペラか、お前。何言ってんだ、ちげえよ。学校に通ってる？通ってません。ゲーム制作会社で働いてますか？働いてません。炎上ありません。ないです。まだな、炎上するほどのチャンネル登録者を持っておりません。メインヒロインですか？違います。プリズンブレイクにていつ出演したんだよ俺は。出てねえよ。優勝しましたか？してません。メガネかけてる？普段はかけておりません。あー、こんなにイケメンじゃないんだがこんなにイケメンじゃないんだが、まあちょっとだけ続けてみようか。カード使いですか？そうです。アキネーターの顔が食べ物と関係してません。シャドーバースをやっております。好き？いや関係してませんね。ニコニコ動画に関係しておりません。ゲーム実況者は？そうです。シャドーバースを実況しております。メガネをかけてますか？かけてません。 YouTube 関係、まあまあゲーム実況だからね。お嬢様学校に通ってます？通ってねえよ。二人組ですか？あの友達いないんで一人です。顔を出してますか？出してません。髪の毛が金色？金色じゃないです。パチンコやパチスロに登場する？しません。完全に顔バレしてますか？してません。一人称は僕、俺です。三文字のあだ名、まあ合ってるね。髪は生えとんじゃ、誰がハゲじゃ、誰がハゲだ。あー残念ながらチャンネル登録者4000人はダメみたいですね。はい、アキネーターもまだまだっすね。はい、誰がまだまだよ、俺がまだまだなんだかよはい、それでは今回実況ね、実況、うん、アキネーターの実況やってみたんですけども、いかがだったでしょうか。はい、アキネーターの、まあ、許容範囲は6万人から5万人ぐらいっていうところなのかな。はい、それではよろしければね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンからその他もろもろ動画出してますんでね、よろしければぜひご覧ください。 Twitter の方 URL 概要欄に貼ってるんでね、よろしければフォローの方お願いいたします。それでは良きアキネーターライフを。バイバイ。